雪の女王。七つのお話でできているおとぎ物語。ハンス・クリスティアン・アンデルセン。第一のお話。鏡とその欠片のこと。さあ聞いていらっしゃい。始めますよ。このお話をおしまいまで聞くと、だんだん何かがはっきりしてきて、 つまり、それが悪い魔法使いのお話であったことがわかるのです。この魔法使いというのは、仲間でも一番いけないやつで、それこそ、まがいなしの悪魔でした。さて、ある日のこと。この悪魔は、大層なご機嫌でした。というわけは、それは鏡を一面作り上げたからでしたが、その鏡というのが、 どんな結構な美しいものでも、それに映ると、ほとんどないも同然に縮こまってしまう代わり、くだらないみっともない様子のものに限って、余計はっきりといかにも肉肉しく映るという不思議な性質を持ったものでした。どんな美しい景色も、この鏡に映すと、肉垂らしたほうれん草のように見え、 どんなに立派な人たちも嫌な格好になるか、胴体のない頭だけで逆立ちするかしました。顔は見違えるほど歪んでしまい、たった一つぼっちのそばかすでも鼻や口いっぱいに大きく広がって映りました。こりゃ面白いな。と、その悪魔は言いました。ここに、 誰かが優しいつつましい心を起こしますと、それが鏡にはしかめ面に映るので、この魔法使いの悪魔は自分ながら、こいつはうまい発明だわい、とつい笑い出さずにはいられませんでした。この悪魔は魔法学校を開いていましたが、そこに通っている魔性とどもは、今度不思議なものが現れたと、方々触れ回りました。 さて、この鏡ができたので、初めて世界や人間の本当の姿がわかるのだと、この連中は吹聴して歩きました。で、方々へその鏡を持ち回ったものですから、とうとうおしまいには、どこの国でも、どの人でも、その鏡にめいめいの歪んだ姿を見ないものはなくなってしまいました。こうなると、 巣に乗った悪魔の弟子どもは天までも登っていって、天使たちや神様まで笑い草にしようと思いました。ところで、高く高く登っていけば行くほど、その鏡は余計ひどくしかめ面をするので、さすがの悪魔もおかしくて持っていられなくなりました。でも構わず、高く高くと登っていって、 もう神様や天使のお住居に近くなりました。すると、鏡は相変わらず、しかめっ面しながら、激しくブルブル震え出したものですから、ついに悪魔どもの手から、地の上へ落ちて、何千万、何億万、というのでは足りない、大変な数に、細かく砕けて、飛んでしまいました。ところが、これがため、 余計下界の災いになったというわけは、鏡のかけらはせいぜい砂粒くらいの大きさしかないのが世界中に飛び散ってしまったからで、これが人の目に入ると、そのままそこにこびりついてしまいました。するとその人たちは何でも物を間違ってみたり、物事の悪い方だけを見るようになりました。それはそのかけらがどんな小さなものでも、 鏡が持っていた不思議な力をそのまままだ残して持っていたからです。中にはまた人の心臓に入ったものがあって、その心臓を氷のかけらのように冷たいものにしてしまいました。そのうち幾枚か大きなかけらもあって、窓ガラスに使われるほどでしたが、そんな窓ガラスの内からお友達を覗いてみようとしても、 まるでダメでした。他のかけらでメガネに用いられたものもありましたが、このメガネをかけてものを正しく間違いのないように見ようとすると、とんだ騒ぎが起こりました。悪魔はこんなことを大変面白がって、お腹をゆすぶってくすぐったがって笑いました。ところで、他にもまだ細かいかけらは空の中に漂っていました。 さあ、これからがお話なのですよ。第二のお話。男の子と女の子。たくさんの家が建て込んで、大勢人が住んでいる大きな町では、誰でも庭にするだけの空き地を持つわけにはいきませんでした。 ですから大抵植木鉢の花を見て満足しなければなりませんでした。そういう町に二人の貧しい子供が住んでいて、植木鉢よりもいくらか大きな花園を持っていました。その二人の子供は兄さんでも妹でもありませんでしたが、まるで本当の兄弟のように仲良くしていました。その子供たちの両親はお向こう同士で、 その住んでいる屋根裏部屋は2軒の家の屋根と屋根とがくっついたところに向かい合っていました。その仕切りのところには1本の雨どいが通っていて、両方から1つずつ小さな窓が覗いていました。で、問いをひとまたぎしさえすれば、こちらの窓から向こうの窓へ行けました。子供の親たちはそれぞれ木の箱を 窓の外に出して、台所で使うお野菜を植えておきました。その他にちょっとしたバラを一株植えておいたのが見事に育って勢いよく伸びていました。ところで親たちの思いつきでその箱を問いをまたいで横に並べておいたので、箱は窓と窓との間で向こうからこちらへと続いて、 そっくり息のいい花の壁を二つ並べたように見えました。エンドウ豆のつるは箱から下の方に垂れ下がり、バラの木は勢いよく長い枝を伸ばして、それがまた両方の窓に絡みついてお互いにお辞儀をし合っていました。まあ、花と青葉でこしらえたアーチのようなものでした。 その箱は高いところにありましたし、子供たちはその上に這い上がってはいけないのを知っていました。そこで窓から屋根へ出て、バラの花の下にある小さな腰掛けに腰をかけるお許しをいただいて、そこで面白そうに遊びました。冬になるとそういう遊びもダメになりました。窓はどうかすると丸っきり凍りついてしまいました。 そんな時、子供たちは暖炉の上で銅貨を温めて、凍った窓ガラスにこの銅貨を押し付けました。するとそこに丸い、まんまるい、きれいな覗き穴が出来上がって、この穴の向こうに両方の窓から一つずつ、それはそれは嬉しそうな優しい目がピカピカ光ります。それがあの男の子と女の子でした。 男の子はカイ。女の子はゲルダ。と言いました。夏の間はただひとまたぎで行ったり来たりしたものが、冬になると二人の子供はいくつもいくつもはしご段を降りたり上がったりしなければなりませんでした。外には雪がくるくる舞っていました。あれはね、白い蜜蜂が集まって、 飛んでいるのだよ。と、おばあさんが言いました。あの中にも女王蜂がいるのと、男の子は尋ねました。この子は本当のミツバチにそういうもののいることを知っていたのです。ああ、いるともさ。と、おばあさんは言いました。その女王蜂はいつもたくさん仲間の集まっているところに、 飛んでいるのだよ。仲間の中でも一番体が大きくて決して下にじっとしてはいない。すぐと黒い雲の中へ飛んで入ってしまう。真夜中に幾晩も幾晩も女王は街の通りから通りへ飛び回って窓のところを覗くのさ。すると不思議とそこで凍ってしまって 窓は鼻を吹きつけたように見えるのだよ。ああ、それ見たことがありますよ。と子供たちは口を揃えて叫びました。そしてするとこれは本当の話なのだと思いました。雪の女王様はうちの中へも入って来られるかしら。と女の子が尋ねました。 来るといいな。そうすれば僕、それを温かいストーブの上に乗せてやるよ。すると女王はとろけてしまうだろうと男の子が言いました。でもおばあさんは男の子の髪の毛を撫でながら他のお話をしてくれました。その夕方、貝は家にいて着物を半分脱ぎかけながらふと思いついて窓のそばの 椅子の上に上がって、霊の小さな覗き穴から外を眺めました。表にはちらちら粉雪が舞っていましたが、その中で大きな塊がひらひら植木箱の端に落ちました。するとみるみるそれは大きくなって、とうとうそれがまがいのない若い一人の女の人になりました。 もう何百万という数の星のように光る粉雪で織った薄い白いシャの着物を着ていました。優しい女の姿はしていましたが氷の体をしていました。ギラギラ光る氷の体をしてそのくせ生きているのです。その目は明るい星を二つ並べたようでしたが、 落ち着きも休みもない目でした。女は貝のいる窓の方にうなずきながら手招きしました。貝はびっくりして椅子から飛び降りてしまいました。すぐその後で大きな鳥が窓の外を飛んだような気配がしました。その明る日はカラリとした下日和でした。それからは日に増し、 雪解けの陽気になって、とうとう春がやってきました。お日様は暖かに照り輝いて、緑が燃え出し、ツバメは巣を作り始めました。その向かい合わせの屋根裏部屋の窓も、また開け広げられて、カイとゲルダとはアパートのてっぺんの屋根上の雨どいの小さな花園で、今年も遊びました。この夏は、 実に見事にバラの花が咲きました。女の子のゲルダはバラのことを歌われている賛美歌を知っていました。そしてバラの花というとゲルダはすぐ自分の花園のバラのことを考えました。ゲルダはその賛美歌をカイに歌って聞かせますとカイも一緒に歌いました。バラの花咲いては散りぬ 幼子 S。やがて青眼二人の子供は手を取り合って、バラの花に頬ずりして、神様の見光の輝くお日様を眺めて、幼子 S がそこにおいでになるかのように歌いかけました。なんという楽しい夏の日だったでしょう。生き生きといつまでも咲くことをやめないように見えるバラの花の匂いと、 歯の緑に包まれたこの屋根の上はなんていいところでしたろう。カイとゲルダは並んでかけて獣や鳥の書いてある絵本を見ていました。ちょうどその時、お寺の大きな塔の上で時計が五つ打ちましたが、カイはふと、あ、何かちくりと胸に刺さったよ。それから目にも何か飛び込んだようだ。 と言いました。慌ててカイの首をゲルダが抱えると、男の子は目をパチパチやりました。でも目の中には何も見えませんでした。じゃあ、取れてしまったのだろう。とカイは言いましたが、それは取れたのではありませんでした。カイの目に入ったのは、例の鏡から飛び散った欠片でした。空、 覚えているでしょうあの嫌な魔法の鏡のかけらで、その鏡に映すと、大きくていいものも小さく、嫌なものに見える代わり、いけない悪いものでも一層際立って悪く見え、何によらず物事の粗がすぐ目立って見えるのです。かわいそうに、貝は心臓にかけらが一つ入ってしまいましたから、まもなく、 それは氷の塊のようになるでしょう。それなり、もう痛みはしませんけれども、確かに心臓の中に残りました。なんだってベスを書くんだ、と、カイは言いました。そんなみっともない顔をして、僕はもう、どうもなってやしないんだよ。じゃ、なんだいこんな風に、カイは不意に言い出しました。 あのバラは虫が食っているよ。このバラも随分んへんてこなバラだ。みんな汚らしいバラだな。植わっている箱も箱なら、花も花だ。こう言ってカイは足で植木の箱を蹴飛ばして、バラの花を引きちぎってしまいました。カイちゃん、あんた何をするのと、ゲルダは叫びました。カイはゲルダの驚いた顔を見ると、 また、他のバラの花をもぎり出しました。それから自分のうちの窓の中に飛び込んで、優しいゲルダとも離れてしまいました。ゲルダがその後で絵本を持って遊びに来たとき、カイはそんなもの、母さんに抱っこされている赤ん坊の見るものだ、と言いました。また、おばあ様がお話をしても、カイはのべつに、だって、だって、 と、ばかり言っていました。それどころか隙を見て、おばあさまの後ろに回って、メガネをかけて、おばあさまの口真似までしてみせました。しかもなかなか上手にやったので、みんなはおかしがって笑いました。まもなく会は、町中の人たちの身振りや口真似でもできるようになりました。 何でも一癖変わったことや、みっともないことなら、カイは真似することを覚えました。あの子はきっと、いい頭なのに違いない。と、みんな言いましたが、それはカイの目の中に入った鏡のかけらや、心臓の奥深く刺さった鏡のかけらのさせることでした。そんなわけで、カイは真心を捧げて、自分を慕ってくれるゲルダまでも、 いじめ出しました。貝の遊びもすっかり変わって、ひどくこましゃくれたものになりました。ある冬の日、粉雪が盛んに舞い狂っている中で、貝は大きな虫眼鏡を持って、外に出ました。そして、青い上着の裾を広げて、その上に降ってくる雪を受けました。さあ、この眼鏡のところから覗いてごらん。 ゲルダちゃん。と、カイは言いました。なるほど。雪のひとひらがずっと大きく見えて、見事に開いた花か、六角の星のようで、それは全く美しいものでありました。ほら、ずいぶん巧みにできているだろう本当の花なんか見るよりも、ずっと面白いよ。かけたところなんか、一つだってないものね。 きちんと形を崩さずにいるのだよ。ただ、溶けさえしなければね。と、カイは言いました。その後間もなく、カイは熱い手袋をはめて、ソリを担いでやってきました。そしてゲルダに向かって、僕、他の子供たちの遊んでいる広場の方へ行ってもいいと言われたのだよ。と囁くと、そのまま行ってしまいました。 その大きな広場では子供たちの中でも厚かましいのがソリをお百姓たちの馬車の後ろに岩へつけて上手に馬車と一緒に滑っていました。これはなかなか面白いことでした。こんなことで子供たち誰も夢中になって遊んでいるとそこへ一台大きなソリがやってきました。それは真っ白に塗ってあって中に誰か。 粗末な白い毛皮にくるまって白い粗末な帽子をかぶった人が乗っていました。そのソリは2階ばかり広場をぐるぐる回りました。そこでカイは早速それに自分の小さなソリを縛り付けて一緒に滑っていきました。その大ソリはだんだん早く滑ってやがて次の大通りをまっすぐに走っていきました。 ソリを走らせていた人は、くるりと振り返って、まるでよく貝を知っているように、慣れ慣れしい様子で、うなずきましたので、カはついソリを解くのをやめてしまいました。こんな具合にして、とうとうソリは、町の門の外に出てしまいました。その時、雪がひどく降ってきたので、貝は自分の手の先も見ることができませんでした。それでも構わず、 ソリは走っていきました。カイは焦って、しきりと綱を動かして、その大ソリから離れようとしましたが、小そりはしっかりと大ソリに縛り付けられていて、どうにもなりませんでした。ただもう、大ソリに引っ張られて、風のように飛んでいきました。カイは大声を上げて、救いを求めましたが、誰の耳にも聞こえませんでした。 雪はぶっつけるように降りしきりました。そりは前へ前へと飛んでいきました。時々そりが飛び上がるのは池垣やお堀の上を飛び越すのでしょうか。貝は全く震え上がってしまいました。主のお祈りをしようと思っても頭に浮かんでくるのは掛け算の九九ばかりでした。粉雪の塊は だんだん大きくなって、しまいには大きな白い鶏のようになりました。ふとその雪の鶏が両側に飛び立ちました。途端に大そりは止まりました。そりを走らせていた人が立ち上がったのを見ると、毛皮の街灯も帽子もすっかり雪でできていました。それはすらりと背の高い 目のくらむように真っ白な女の人でした。それが雪の女王だったのです。ずいぶんよく走ったわね。と雪の女王は言いました。あら、あんた、震えているのね。私の熊の毛皮にお入り。こう言いながら女王は貝を自分のそりに入れて、 片らに座らせ、貝の体にその毛皮をかけてやりました。すると貝はまるで雪の吹き積もった中にうずめられたように感じました。まだ寒いのと女王は尋ねました。それから貝の額に頬をつけました。まあ、それは氷よりももっと冷たい感じでした。 そしてもう半分氷の塊になりかけていた貝の心臓にじーんと染み渡りました。貝はこのまま死んでしまうのではないかと思いました。けれどそれもほんのわずかの間で、やがて貝はすっかり気持ちが良くなって、もう身の回りの寒さなど一向気にならなくなりました。僕のソリは、 僕のそりを忘れちゃいけない。カイがまず第一に思い出したのは自分のそりのことでありました。そのそりは白い鶏のうちの一羽にしっかりと結びつけられました。このはリはそりを背中に乗せてカイの後ろで飛んでいました。雪の女王はまたもう一度カイにほうずりしました。 それでカイはもう、可愛らしいゲルダのことも、おばあさまのことも、うちのことも、何もかも、すっかり忘れてしまいました。さあ、もうほうずりはやめましょうね。と、雪の女王は言いました。この上すると、お前を死なせてしまうかもしれないからね。カイは女王を見上げました。 まあ、その美しいことといったら、カイはこれだけ賢そうな立派な顔が他にあろうとはどうしたって思えませんでした。いつか窓のところに来て手招きして見せた時と違ってもうこの女王が氷でできているとは思えなくなりました。カイの目には女王は申し分なく完全で恐ろしいなどとは 感じなくなりました。それで打ち解けて自分は分数までも暗算でできることや自分の国が幾平方マイルあってどのくらいの人口があるか知っていることまで話しました。女王は始終ニコニコしてそれを聞いていました。それがなんだ知っていることはそれっぱしかと言われたように思って 改めて広い広い大空を仰ぎました。すると女王は海を連れて高く飛びました。高い国雲の上までも飛んでいきました。嵐はザーザーヒューヒュー吹きすさんで昔の歌でも歌っているようでした。女王と海は森や湖や海や陸の上を 飛んでいきました。下の方では冷たい風がゴーゴーうなって、狼の群れが吠えたり、雪がシャッシャときしったりして、その上に真っ黒なカラスがカーカー泣いて飛んでいました。しかし、はるか上の方にはお月様が大きくコウと照っていました。このお月様を 長い長い冬の夜中、カイは眺めて明かしました。昼になると、カイは女王の足元で眠りました。第三のお話。魔法の使える女の花園。ところで、カイがあれなり帰ってこなかったとき。 あの女の子のゲルダはどうしたでしょう。カイはまあどうしたのか誰も知りませんでした。何の手がかりも得られませんでした。子供たちの話で分かったのはカイがよその大きなソリに自分のソリを結びつけて街を走り回って街の門から外へ出て行ったということだけでした。さて、 それからカイがどんなことになってしまったか、誰も知っているものはありませんでした。幾人もの人の涙がこの子のために注がれました。そして、あのゲルダはそのうちでも一人、もう長い間胸の破れるほどに泣きました。みんなの噂では、カイは町のすぐそばを流れる川に落ちて、 溺れてしまったのだろう、ということでした。あ、はあ、まったく長い長い、陰気な冬でした。今、春はまた、暖かいお日様の光と連れ立ってやってきました。カイちゃんは、死んでしまったのよ。と、ゲルダは言いました。私はそう思わないね。 と、お日様が言いました。カイちゃんは死んでしまったのよ。と、ゲルダはツバメに言いました。私はそう思いません。と、ツバメたちは答えました。そこでおしまいに、ゲルダは自分でもカイは死んだのではないと思うようになりました。私、新しい 赤い靴を下ろすわ。あれは、カイちゃんのまだ見なかった靴よ。あれを履いて、川へ降りて行って、カイちゃんのことを聞いてみましょう。と、ゲルダはある朝言いました。で、朝早かったので、ゲルダはまだ眠っていたおばあさまに接吻して、赤い靴を履き、たった一人ぼっちで、町の門を出て、 川の方へ歩いて行きました。川さん、あなたが私の好きなお友達を取って行ってしまったというのは本当なのこの赤い靴をあげるわ。その代わり、かいちゃんを返してね。すると川の水がよしよしというように妙に涙って見えたので、 ゲルダは自分の持っているものの中で一番好きだった赤い靴を脱いで二つとも川の中に投げ込みました。ところが靴は岸の近くに落ちたのでさざ波がすぐゲルダの立っているところへ靴を運んできてしまいました。まるで川はゲルダから一番大事なものをもらうことを望んでいないように見えました。 なぜなら川は海を隠してはいなかったからです。けれどゲルダは靴をもっと遠くの方へ投げないから行けなかったのだと思いました。そこで足の茂みに浮かんでいた小舟に乗りました。そして船の一番端へ行ってそこから靴を投げ込みました。でも小舟はしっかりと岸にもやってなかったので、 靴を投げるので動かした拍子に、岸から滑り出してしまいました。それに気がついて、ゲルダは急いで引っ返そうとしましたが、小舟のこちらの端まで来ないうちに、船は二三尺も岸から離れて、そのままでどんどん早く流れていきました。そこでゲルダは大層びっくりして泣き出しましたが、 スズメのほかは誰もその声を聞くものはありませんでした。スズメにはゲルダを連れ帰る力はありませんでした。でもスズメたちは岸に沿って飛びながらゲルダを慰めるように、大丈夫、僕たちがいますと泣きました。小舟はずんずん流れに運ばれてきました。ゲルダは足に靴下を履いただけで、 じっと船の中に座ったままでいました。小さな赤い靴は後ろの方でふわふわ浮いていましたが、小舟に追いつくことはできませんでした。小舟の方が靴よりももっと早く流れていったからです。岸は美しい景色でした。綺麗な花が咲いていたり、古い木が立っていたり、ところどころなだらかな土手には、 羊や目牛が遊んでいました。でも人間の姿は見えませんでした。ことによるとこの川は私をカイちゃんのところへ連れて行ってくれるのかもしれないわ、とゲルダは考えました。それでだんだん元気が出てきたので立ち上がって長い間両方の青々と美しい岸を眺めていました。 それからゲルダは大きなサクランボ畑のところに来ました。その畑の中には風変わりな青や赤の窓のついた一軒の小さな家が建っていました。その家はかやぶきで表には船で通り過ぎる人たちの方に向いて木星の二人の兵隊が銃剣型に立っていました。 ゲルダはそれを本当の兵隊かと思って声をかけました。しかし言うまでもなくその兵隊は何の答えもしませんでした。ゲルダはすぐそばまで来ました。波が小舟を岸の方に運んだからです。ゲルダはもっと大きな声で呼びかけてみました。するとその家の中から種木杖につがった。 大層年取ったおばあさんが出てきました。おばあさんは目の覚めるようにきれいな花を描いた大きな夏帽子をかぶっていました。やれやれかわいそうに、どうしてお前さんはそんなに大きな波の立つ上をこんな遠いところまで流れてきたのだね。とおばあさんは言いました。 それからおばあさんは、ざぶりざぶり、水の中に入って、種ず杖で小舟を押さえて、それを丘の方へ引っ張ってきて、ゲルダを抱き下ろしました。ゲルダはまた、陸に上がることのできたのを嬉しいと思いました。でも、この見慣れないおばあさんは、少し怖いようでした。さあ、お前さん、名前を何というのだか、 またどうしてここへやってきたのだか話してごらん。とおばあさんは言いました。そこでゲルダは何もかもおばあさんに話しました。おばあさんはうなずきながら、うん、うん、と言いました。ゲルダはすっかり話してしまってからおばあさんが貝を見かけなかったかどうか尋ねますとおばあさんは 貝はまだここを通らないが、いずれそのうち、ここを通るかもしれない。まあ、そうくよくよ思わないで、花を眺めたり、らんぼを食べたりしておいで。花はどんな絵本のよりもずっときれいだし、その花びらの一枚一枚が長いお話をしてくれるだろうから、と言いました。それからおばあさんは、ゲルダの手を取って、 自分の小さな家へ連れて行って中から戸に鍵をかけました。その家の窓は体操高くて赤いのや青いのや黄色の窓ガラスだったのでお日様の光は面白い色に変わってきれいに部屋の中に差し込みました。机の上にはとても美味しいらんぼが置いてありました。 そしてゲルダはいくら食べてもいいというお許しが出たものですから思う存分それを食べました。ゲルダがさくらんぼを食べている間におばあさんが金の櫛でゲルダの髪の毛をすきました。そこでゲルダの髪の毛はバラの花のような丸っこくて可愛らしい顔の周りで金色にチリチリ巻いて光っていました。私は長い間 お前のような可愛らしい女の子が欲しいと思っていたのだよ。さあ、これから私たちと一緒に仲良く暮らそうね。と、おばあさんは言いました。そしておばあさんが、ゲルダの髪の毛に櫛を入れてやっているうちに、ゲルダはだんだん仲良しの会のことなどは忘れてしまいました。というのは、 このおばあさんは魔法が使えるからでした。けれどもおばあさんは悪い魔女ではありませんでした。おばあさんは自分の楽しみにほんの少し魔法を使うだけで、今度もそれを使ったのはゲルダを自分の手元に置きたいためでした。そこでおばあさんは庭へ出て、そこのバラの木に向かって、 片っ端から種目杖を当てました。すると今まで美しく咲き誇っていたバラの木もみんな黒い土の中に沈んでしまったのでもう誰の目にもどこに今までバラの木があったかわからなくなりました。おばあさんはゲルダがバラを見て自分の家のバラのことを考え貝のことを思い出して ここから逃げていってしまうといけないと思ったのです。さて、ゲルダは花園に案内されました。そこはまあなんといういい香りが溢れていて目の覚めるように綺麗なところでしたろう。花という花はこぼれるように咲いていました。そこでは一年中花が咲いていました。 どんな絵本の花だって、これより美しく、これより賑やかな色に咲いてはいませんでした。ゲルダは踊り上がって喜びました。そして夕日が高い桜の木の向こうに入ってしまうまで遊びました。それからゲルダは青いスミレの花がいっぱい詰まった赤い絹のクッションのある綺麗なベッドの上で、 結婚式の日の女王様のような素晴らしい夢を結びました。そのあくる日、ゲルダはまた暖かいお日様の光を浴びて花たちと遊びました。こんな風にして幾日も幾日も経ちました。ゲルダは花園の花を残らず知りました。そのくせ花園の花は数こそ随分ありましたけれど、 ゲルダにとってはどうもまだ何か一色足りないように思われました。でもそれが何の花であるかわかりませんでした。そのうちある日、ゲルダは何気なく座って花を描いたおばあさんの夏帽子を眺めていましたが、その花のうちで一番美しいのはバラの花でした。 おばあさんは他のバラの花をみんな見えないように隠したくせに、自分の帽子に書いたバラの花を消すことをつい忘れていたのでした。あら、ここのお庭にはバラがないわとゲルダは叫びました。それからゲルダは花園を幾度も幾度も探し回りましたけれども、バラの花は一つも見つかりませんでした。 そこでゲルダは花園に座って泣きました。ところが涙がちょうどバラがうずめられた場所の上に落ちました。暖かい涙がしっとりと土を湿らすとバラの木はみるみる沈まない前と同じように花をいっぱいつけて地の上に現れてきました。ゲルダはそれを抱いて切奮しました。 そして自分のうちのバラを思い出し、それと一緒にカイのことも思い出しました。まあ、私、どうしてこんなところに引き止められていたのかしら。と、ゲルダは言いました。私、カイちゃんを探さなくてはならなかったのだわ。カイちゃん、どこにいるか知らなくって。あなたはカイちゃんが死んだと思って。と、 ゲルダはバラに聞きました。カイちゃんは死にはしませんよ。私どもは今まで地の中にいました。そこには死んだ人は皆いましたが、でもカイちゃんは見えませんでしたよ。とバラの花が答えました。ありがとう。とゲルダは言って、他の花のところへ行って、一つ一つ、ウテナの中を覗きながら尋ねました。 カイちゃんはどこにいるか知らなくって。でも、どの花も日なたぼっこしながら自分たちの作ったお話やおとぎ話のことばかり考えていました。ゲルダはいろいろと花に聞いてみましたが、どの花もカイのことについては一向に知りませんでした。ところで、鬼ゆりは何と言ったでしょう。あなたには太鼓の音が どんどんというのが聞こえますかあれには二つの音しかないのです。だからどんどんといつでもやっているのです。女たちが歌う弔いの歌をお聞きなさい。また、坊さんのあげるお祈りをお聞きなさい。インド人のヤモメは火葬の焚き木の積まれた上に長い赤いマントをまとって立っています。 炎がその女と死んだ夫の屍の周りに立ち上ります。でもインドの女はぐるりに集まった人たちの中の生きている一人の男のことを考えているのです。その男の目は炎よりも熱く燃え、その男の焼くような目つきはやがて女の体を焼き尽くして、灰にする炎などよりももっと激しく、 女の心の中で燃えていたのです。心の炎は火炙りの焚き木の中で燃え尽きるものでしょうか。何のことだかまるでわからないわ。とゲルダが答えました。私の話はそれだけさ。と鬼ゆりは言いました。昼顔はどんなお話をしたでしょう。 狭い山道の向こうに昔の侍のお城がぼんやり見えます。崩れかかった赤い石垣の上にはツタが深く生い茂って、路台の方へ一葉一葉生い上がっています。路台の上には美しい乙女が欄干に寄りかかって往来を見下ろしています。どんなバラの花でもその乙女ほど みずみずとは枝に咲き出しません。どんなリンゴの花でもこんなに軽々とした風に木から風が運んでくることはありません。まあ、乙女の美しい絹の着物のさらさらなること。あの人はまだ来ないのかしら。あの人というのはかいちゃんのことなのと、 ゲルダが尋ねました。私はただ私のお話をしただけ。私の夢をね。と昼顔は答えました。かわいい町行き草はどんなお話をしたでしょう。木と木の間に綱で吊るした長い板が下がっています。ブランコなの。雪のように白い着物を着て 帽子には長い緑色の絹のリボンを巻いた二人の可愛らしい女の子がそれに乗って揺られています。この女の子たちよりも大きい男兄弟がそのブランコに立って乗っています。男の子は片手に小さなお皿を持っているし、片手には土星のパイプを握っているので、体を支えるために綱に腕を巻きつけています。 男の子はシャボン玉を吹いているのです。ブランコが揺れてシャボン玉はいろんな美しい色に変わりながら飛んでいきます。一番おしまいのシャボン玉は風に揺られながらまだパイプのところについています。ブランコは飛ぶように揺れています。あら、シャボン玉のように身の軽い黒犬が後足で立って 乗せてもらおうとしています。ブランコは揺れる。黒犬はひっくり返って吠えているわ。からかわれて怒っているのね。シャボン玉は弾けます。揺れるブランコ。割れて壊れるシャボン玉。これが私の歌なんです。あなたのお話は、 とても面白そうね。けれど、あなたは、悲しそうに話しているのね。それからあなたは、カイちゃんのことは、何にも話してくれないのね。ヒアシンスの花は、どんなお話をしたでしょう。あるところに、三人の透き通るように美しい、綺麗な姉妹がおりました。中で一番上の、娘の着物は赤く、 二番目のは水色で、三番目のは真っ白でした。兄弟たちは手を取り合って、咲いた月の光の中で静かな湖の淵に出て踊りを踊ります。三人とも幼女ではなくて人間でした。そのあたりにはなんとなく甘いいい匂いがしていました。 娘たちは森の中に消えました。甘いいい匂いが一層強くなりました。すると、その三人の美しい娘を入れた三つの棺が森の茂みからスーッと現れてきて、湖の向こうへ渡っていきました。土ぼたるがそのぐるりを空に舞っている小さな灯火のようにピカリピカリしていました。 踊り狂っていた三人の娘たちは眠ったのでしょうか死んだのでしょうか鼻の匂いは言いました。あれは泣き殻です。昨夜の鐘が亡くなった人たちを弔います。随分悲しいお話ね。あなたのその強い匂いを嗅ぐと、私、 死んだその娘さんたちのことを思い出さずにはいられませんわ。カイちゃんは本当に死んでしまったのかしら。血の中に入っていたバラの花は、カイちゃんは死んではいないと言ってるけれど。チリン、カラン、とヒヤシンスの鈴が鳴りました。私は、 カイちゃんのためになっているのではありません。カイちゃんなんて人は私たち少しも知りませんもの。私たちはただ自分の知っているたった一つの歌を歌っているだけです。それからゲルダは緑の葉の間から明るく咲いているタンポポのところへ行きました。あなたはまるで 小さな明るいお日様ね。どこに私のお友達がいるか知っていたら教えてくださいな。と、ゲルダは言いました。そこでタンポポは余計明るく光りながら、ゲルダの方へ向きました。どんな歌をその花が歌ったでしょう。その歌も貝のことではありませんでした。小さな中庭には、 春の一番初めの日、うららかなお日様が暖かに照っていました。お日様の光はお隣の家の真っ白な壁の上から下へ滑り落ちていました。そのそばに春一番初めに咲く黄色い花が輝く光の中に金のように咲いていました。おばあさんはいすを外に出して、 腰をかけていました。おばあさんの孫のかわいそうな女中暴行をしている美しい女の子がおばあさんに会うためにわずかなお暇をもらって家へ帰ってきました。女の子はおばあさんに接吻しました。この恵み多い接吻には金が、心の菌がありました。 その口にも金。その踏む土にも金。その朝のひと時にも金がありました。これが私のつまらないお話です。と、タンポポが言いました。まあ、私のおばあさまは、どうしていらっしゃるかしら。と、ゲルダはため息をつきました。そうよ。きっとおばあさまは、私に会いたがって、 悲しがっていらっしゃるわ。カイちゃんのいなくなったと同じように心配していらっしゃるわ。けれど私、じきにカイちゃんを連れてうちに帰れるでしょう。もう花たちにいくら尋ねてみたって仕方がない。花たち、ただ自分の歌を歌うだけで何も答えてくれないのだもの。そこでゲルダは早くかけられるように。 着物をきりりと託し上げました。けれど、気づい線をゲルダが飛び越えようとしたとき、それに足が引っかかりました。そこでゲルダは立ち止まって、その黄色い背の高い花に向かって尋ねました。あんた、カイちゃんのこと、なんか知っているのそしてゲルダは古言で、その花の話すことを聞きました。 その花は何と言ったでしょう私、自分が見られるのよ自分がわかるのよと、気づいせんは言いました。あ、はあ、あ、はあ、なんて私はいい匂いがするんだろう。屋根裏の小さな部屋に半裸の小さな踊り子が立っています。踊り子は片足で立ったり、 両足で立ったりして、まるで世界中を踏みつけるように見えます。でも、これはほんの目の迷いです。踊り子は小さな布に湯沸かしから湯を注ぎます。これはコルセットです。そうです、そうです。清潔が何よりです。白い上着も釘にかけてあります。それもまた、 湯沸かしの湯で洗って、屋根で乾かしたものなのです。踊り子はその上着をつけて、サフラン色のハンケチを首に巻きました。ですから、上着は余計白く見えました。ほら、足を上げた。と、まるで軸の上に立って、うんと踏ん張った姿は。私、自分が見えるの。 自分がわかるの。何もそんな話、私にしなくてもいいじゃないの。そんなことどうだって構わないわ。と、ゲルダは言いました。それでゲルダは庭の向こうの端までかけていきました。その戸は閉まっていましたが、ゲルダがその錆びついた取っ手をドンと押したので、外れて戸はパンと開きました。 ゲルダは広い世界に裸足のままで飛び出しました。ゲルダは三度も後を振り返ってみましたが、誰も追っかけてくるものはありませんでした。とうとうゲルダはもうとても走ることができなくなったので、大きな石の上に腰を下ろしました。そこらを見回しますと、夏は過ぎて秋が深くなっていました。 お日様が年中輝いて四季の花が絶えず咲いていたあの美しい花園ではそんなことはわかりませんでした。ああ、どうしましょう。私、こんなに遅れてしまって。と、ゲルダは言いました。もう、とうに、秋になっているのね。さあ、ゆっくりしてはいられないわ。そしてゲルダは立ち上がって、 ずんずん歩き出しました。まあ、ゲルダのか弱い足はどんなに痛むし、そして疲れていたことでしょう。どこも冬がれてわびしい景色でした。長い柳の葉はすっかり黄ばんで、霧が雨しずくのように枝から垂れていました。ただ棘のあるコケモモだけは、 まだ実を結んでいましたが、苔も,もは酸っぱくて口が曲がるようでした。ああ、なんてこの広々した世界は灰色で薄暗く見えたことでしょう。第四のお話。王子と王女。ゲルダはまたも休まなければなりませんでした。 ゲルダが休んでいた場所のちょうど向こうの雪の上で一羽の大きなカラスがぴょんぴょんやっていました。このカラスはしばらくじっとしたなりゲルダを見つめて頭を振っていましたがやがてこう言いました。カー、カー、こんにちは、こんにちは。カラスはこれよりよくは何も言うことができませんでしたが でもゲルダは懐かしく思っていて、この広い世界でたった一人ぼっち、どこへ行くのだと言って尋ねました。この一人ぼっちという言葉をゲルダはよく味わって、しみじみその言葉に深い意味のこもっていることを思いました。ゲルダはそこでカラスに自分の身の上のことをすっかり話し聞かせた上、 どうかして、会を見なかったか、尋ねました。すると、カラスは、ひどく真面目に考え込んで、こう言いました。あれかもしれない。あれかもしれない。え知っててと、ゲルダは大きな声で言って、カラスを乱暴に、それこそ息の止まるほど、切奮しました。お手柔らかに、お手柔らかに。 と、カラスは言いました。どうも、カイちゃんを知っているような気がします。多分、あれがカイちゃんだろうと思いますよ。けれどカイちゃんは、王女様のところにいて、あなたのことなどは、きっと忘れていますよ。カイちゃんは、王女様のところにいるんですってと、ゲルダは聞きました。そうです。 まあ、お聞きなさい。と、カラスは言いました。どうも私にすると、人間の言葉で話すのは、大層な骨折りです。あなたに、カラスの言葉がわかると、ずっとうまく話せるのだがなあ。まあ、私、習ったことがなかったわ。と、ゲルダは言いました。でも、うちのおばあさまはおできになるのよ。 私、習っておけばよかった。かまいませんよ。と、カラスは言いました。まあ、できるだけしてみますから、うまくいけばいいが。それからカラスは、知っていることを話しました。私たちが、今いる国には、大層賢い王女様が、おいでなるのです。何しろ、 世界中の新聞を残らず読んで、残らずまた忘れてしまいます。まあ、そんなわけで大層利口な方なのです。さて、この間、王女様は玉座にお座りになりました。玉座というものは世間で言うほど楽しいものではありません。そこで王女様は口ずさみに歌を歌い出しました。 その歌は、なぜに私は婿とらぬ、といった歌でした。そこで、なるほど、それももっともだわ、というわけで、王女様は結婚しようと思い立ちました。でも夫にするなら、ものを尋ねても、すぐと答えるようなのが欲しいと思いました。だって、ただそこにつったって、様子ぶっているだけでは、 時期に退屈してしまいますからね。そこで王女様は女官たち残らずお召しになって、このもくろみをお話しになりました。女官たちは大層面白く思いまして、それは良い思いつきでございます。私どももつい先頃それと同じことを考えついた次第です。などと申しました。 私の言っていることはごく本当のことなのですよ。と、カラスは言って、私には優しい言い名付けがあって、その王女様のお城に自由に飛んでいける。それが私にすっかり話してくれたのです。と、言い添えました。言うまでもなく、その言い名付けというのはカラスでした。 というのは似た者同士でカラスはやはりカラス仲間で集まります。ハートと王女様の頭文字で縁取った新聞が早速発行されました。それには様子の立派な若い男は誰でもお城に来て王女様と話すことができる。そしてお城へ来ても自分のうちにいるように来やすく。 上手に話した人を、王女は夫として選ぶであろう、ということが書いてありました。そうです、そうです。あなたは私を大丈夫、信じてください。この話は、私がここにこうして座っているのと同様、本当の話なのですから。と、カラスは言いました。若い男の人たちは群れを作ってやってきました。 そして大層町は混雑して、たくさんの人があっちへ行ったり、こっちへ来たり、忙しそうに駆けずり回りました。でも、はじめの日も次の日も一人だってうまくやったものはありません。みんなはお城の外でこそよくしゃべりましたが、一度お城の門を入って、銀づくめの兵隊を見たり、階段を登って、 金ピカの制服を着けたお役人に出会って、明るい大広間に入ると、途端にぼーっとなってしまいました。そして、いよいよ王女様のおいでになる玉座の前に出た時には、誰も王女様の言われた言葉の尻を、大しに繰り返すほかありませんでした。王女様とすれば、 何も自分の言った言葉をもう一度言ってもらっても仕方がないでしょう。ところが誰も御殿の中に入ると、鍵タバコでも飲まされたように、ふらふらで往来へ出てきて、やっと我に帰って口が聞けるようになる。何しろ町の門からお城の門まで若い人たちが列を作って並んでいました。 私はそれを自分で見てきましたよ。と、カラスが念を押して言いました。みんなは自分の番がなかなか回ってこないので、お腹が空いたり、喉が渇いたりしましたが、御殿の中では生ぬるい水一杯くれませんでした。中で気の利いた先生たちがバタパンごじさんでやってきていましたが、 それをそばの人に分けようとはしませんでした。その連中の木では、こいつら、ちゃんとひもじそうな顔をしているがいい。おかげで王女様もご採用になるまいから、というのでしょう。でも、カイちゃんはどうしたのですいつカイちゃんはやってきたのですと、ゲルダは尋ねました。 カイちゃんはその人たちの仲間にいたのですかまあまあお待ちなさい。これからそろそろカイちゃんのことになるのです。ところでその三日目に馬にも馬車にも乗らない小さな男の子が楽しそうにお城の方へ歩いて行きました。その人の目はあなたの目のように輝いて立派な長い髪の毛を持っていましたが、 着物はボロボロに切れていました。それがカイちゃんなのね。ああ、それではとうとう、私かいカイちゃんを見つけたわ。と、ゲルダは嬉しそうに叫んで手を叩きました。その子は背中に小さな肺脳を背負っていました。と、カラスが言いました。いいえ、きっとそれはソリよ。と、ゲルダは言いました。 カイちゃんはソリと一緒に見えなくなってしまったのですもの。なるほど、そうかもしれません。とカラスは言いました。何しろちょっと見ただけですから、しかしそれはみんな私の優しい言い名付けから聞いたのです。それからその子はお城の門を入って銀の軍服の兵隊を見ながら段を登って、 金ピカの制服のお役人の前に出ましたが、少しもまごつきませんでした。それどころか平気で会釈し,して、階段の上に立っているのはさぞ退屈でしょうね。ではごめんこうむって、私は広間に入らせてもらいましょう。と言いました。広間には明かりがいっぱいついて、数密ご門官や身分の高い人たちが裸足で金の器を、 運んで歩いていました。そんな中で誰だって嫌でも厳かな気持ちになるでしょう。ところへその子の長靴はやけにやかましくぎゅうぎゅう鳴るのですが一向に平気でした。きっとかいちゃんよとゲルダが叫びました。だって新しい長靴を履いていましたもの。 私、その靴がギューギュー言うのをおばあさまの部屋で聞いたわ。そう、本当にギューギューってなってましたよ。と、カラスはまた話し始めました。さて、その子はつかつかと糸車ほどの大きな真珠に腰をかけている王女様の御前に進みました。王女様のぐるりを取り巻いて、女官たちがお月を。 そのお月が、またお月を従え、呪獣が家来の、またその家来を従え、それがまた、命名故障を引き連れて立っていました。しかも、扉の近くに立っているものほど、威張っているように見えました。始終上靴で歩き回っていた家来の家来の故障なんか、とても仰むいて、顔が見られないくらいでした。 とにかく、戸口のところで、威張り書いている風は、ちょっと見物でした。まあ、ずいぶん怖いこと。それでもカイちゃんは、王女様と結婚したのですかと、ゲルダは言いました。もし、私がカラスでなかったら、今の言い名付けを捨てても、王女様と結婚したかもしれません。人の噂によりますと、その人は、 私がカラスの言葉を話すときと同様、上手に話したということでした。私はそのことを私の言い名付けから聞いたのです。どうしてなかなか様子のいい元気な子でした。それも王女様と結婚するために来たのではなくて、ただ王女様がどのくらい賢いか知ろうと思ってやってきたのですが、 それで王女様が好きになり、王女様もまたその子が好きになったというわけです。そう、いよいよその人、カイちゃんに違いないわ。カイちゃんはそりゃ利口で分数まで暗算でやりますもの。ああ、私をそのお城へ連れて行ってくださらないこと。と、ゲルダは言いました。さあ、口で言うのはたやすいですが、 どうしたらそれができるか、難しいですよ。と、カラスは言いました。ところで、まあ、それをどうするか、まあ、私の言い名付けに相談してみましょう。きっと、いい知恵を貸してくれるかもしれません。何しろ、あなたのような小さな娘さんが、お城の中に入ることは、許されていないのですからね。い,いえ、 その許しならもらえてよ。と、ゲルダが答えました。カイちゃんは私が来たと聞けばすぐに出てきて私を入れてくれるでしょう。向こうの垣根のところで待っていらっしゃい。と、カラスは言って頭をふりふり飛んで行ってしまいました。そのカラスが帰ってきた時には晩もだいぶ暗くなっていました。 素敵、素敵、とカラスは言いました。いい名付けがあなたによろしく、とのことでしたよ。さあ、ここに少しばかりパンを持ってきてあげました。さぞお腹が空いたでしょう。いい名付けが台所から持ってきたのです。そこにはたくさんまだあるのです。どうもお城へ入ることはできそうもありませんよ。 なぜと言ってあなたは靴を履いていませんから、銀の軍服の兵隊や金ピカの制服のお役人たちが許してくれないでしょうからね。だがそれで泣いてはいけない。きっと連れて行ける工夫はしますよ。私の言い名付けは王女様の根間に通じている細い裏柱を知っていますし、その鍵のあるところも知っているのですからね。 そこでカラスとゲルダとはお庭を抜けて、木の葉が後から後からと散ってくる並木道を通りました。そしてお城の明かりが順々に消えてしまった時、カラスは少し空いている裏の戸口へゲルダを連れて行きました。まあ、ゲルダの胸は怖かったり嬉しかったりで、なんてドキドキしたことでしょう。 まるでゲルダは何か悪いことでもしているような気がしました。けれどゲルダはその人がカイちゃんであるかどうかを知りたい一心なのです。そうです。それはきっとカイちゃんに違いありません。ゲルダはしみじみとカイちゃんの利口そうな目つきや長い髪の毛を思い出していました。そして二人がうちに来て、 バラの花の間に座って遊んだとき、カイちゃんが笑った通りの笑顔が目に浮かびました。そこでカイちゃんに会って長い長い道中をして自分が探しにやってきたことを聞き、あれなり帰らないのでどんなにみんなが悲しんでいるか知ったならこうしてきたことをどんなに喜ぶでしょう。まあ、そう思うと嬉しいし心配でした。 さて、カラスとゲルダとは階段の上に登りました。小さなランプが棚の上についていました。そして床板の真ん中のところには飼い鳴らされた女ガラスがじっとゲルダを見て立っていました。ゲルダはおばあさまから教わったように丁寧にお辞儀しました。かわいいお嬢さん。私の言い付けは あなたのことを大層褒めておりました。と、その優しいカラスが言いました。あなたのそのご経歴とやら申しますのは、随分お気の毒なのですね。さあ、ランプをお持ちください。ご案内しますわ。このところをまっすぐに参りましょう。もう誰にも会いませんから。誰か私たちの後からついてくるような気がすることね。 と、何かがそばを急に通った時に、ゲルダは言いました。それは、がみを振り乱して、ほっそりとした足を持っている馬だの、それから、カリウドだの、馬に乗った立派な男の人や、女の人だのの、それがみんな、壁に映った影のように見えました。あれは、ほんの夢なのですわ。と、カラスが言いました。 あれらは、それぞれのご主人たちの心を、寮に誘い出そうとしてくるのです。都合のいいことに、あなたは寝床の中で、あの人たちのお休みのところがよく見られます。そこでどうか、あなたが立派な身分におなりになった後も、世話になったお礼は、お忘れなくね。それは、言うまでもないことだろうよ。と、森のカラスが言いました。 さて、カラスとゲルダとは一番初めの広間に入っていきました。そこの壁には花で飾ったバラ色のシュスが上から下まで貼り詰められていました。そして、ここにも漁に誘うさっきの夢はもう飛んできていましたが、あまり早く動きすぎてゲルダは偉い殿様や貴婦人型を今度は見ることができませんでした。 広間から広間へ行くほど見事にできていました。ただもうあまりの美しさにまごつくばかりでしたが、そのうちとうとう寝間まで入っていきました。そこの天井は高価なガラスの葉を広げた大きな白の木の形になっていました。そして部屋の真ん中には二つのベッドが木の軸にあたる 金の太い柱に吊り下がっていて、二つとも百合の花のように見えました。そのベッドは一つは白くて、それには王女が眠っていました。もう一つのは赤くて、そこに眠っている人こそ、ゲルダの探すカイちゃんでなくてはならないのです。ゲルダは赤い花びらを一ひ,ひら、そっとどけると、 そこに日焼けした首筋が見えました。はあ、それは、カイちゃんでした。ゲルダはカイちゃんの名を声高く呼びました。ランプをカイちゃんの方へ差し出しました。夢がまた馬に乗って騒がしくその部屋の中へ入ってきました。その人は目を覚まして顔をこちらに向けました。ところが、 それは、カイちゃんではなかったのです。今は王子となったその人は、ただ首筋のところがカイちゃんに似ていただけでした。でもその王子は若くて、美しい顔をしていました。王女は白い百合の花とも見えるベッドから、目をパチクリやって見上げながら、誰がそこに来たのかと、お尋ねになりました。そこでゲルダは泣いて、今までのことや、 カラスがいろいろに尽くしてくれたことなどを残らず、王子に話しました。それはまあ、かわいそうに。と、王子と王女とが言いました。そして、カラスをお褒めになり、自分たちは決してカラスがしたことを怒りはしないが、二度とこんなことをしてくれるな、とおっしゃいました。けれどもカラスたちはご褒美をいただくことになりました。 お前たちは好き勝手に外を飛び回っている方がいいかいと王女は尋ねました。それとも宮中お抱えのカラスとして台所のお余りは何でも食べることができるし、そういう風にしていつまでも御殿にいたいと思うかいそこで二羽のカラスはお辞儀をして自分たちが歳をとってからのことを考えると、 やはりご殿に置いていただきたいと願いました。そして、誰しも言っていますように、先へ行って困らないようにしたいものでございます。と言いました。王子はその時、ベッドから出て、ゲルダをそれに寝かせ、自分はそれなり寝ようとはしませんでした。ゲルダは小さな手を組んで、ま、はあ、なんといういい人や、いいカラスたちだろう。 と思いましたそれから目をつぶってす,やす,や眠りましたするとまた夢がやってきて、今度は天使のような人たちが一台のそりを引いてきました。その上にはカイちゃんが手招きしていました。けれどもそれはただの夢だったので目を覚ますと早速消えてしまいました。るる日になると ゲルダは頭から足の先まで絹やビロードの着物で包まれました。そしてこのままお城にとどまっていて楽しく暮らすようにと勧められました。でもゲルダはただ小さな馬車とそれを引く馬と小さな一足の長靴がいただきとうございます。と言いました。それでももう一度広い世界へ カイちゃんを探しに出て行きたいのです。さて、ゲルダは長靴ばかりでなく、マッフまでもらって、さっぱりと旅の支度ができました。いよいよ出かけようという時に、玄関には純金の新しい馬車が一台止まりました。王子と王女の紋章が星のように光ってついていました。 御車や別当やお先払いが、そうです、お先払いまでが金の冠を被って並んでいました。王子と王女はご自分でゲルダを助けて馬車に乗らせ無事に行ってくるようにおっしゃいました。もう今は結婚を済ませた森のカラスも3マイル先まで見送りについてきました。 そのカラスは後ろ向きに乗っていられないというのでゲルダのそばに座っていました。メスの方のカラスは羽をバタバタやりながら門のところへ止まっていました。送っていかないわけはあれからずっと五点ずめでたくさんに食べ物をいただくせいかひどく頭痛がしていたからです。その馬車の内側は砂糖ビスケットでできていて 腰をかけるところは果物やくるみの入った生姜パンでできていました。さよなら、さよなら、と王子と王女が叫びました。するとゲルダは泣き出しました。カラスもまた泣きました。さて馬車が3マイル先のところまで来たとき、今度はカラスがさよならを言いました。 この上ない悲しい別れでした。カラスは底の木の上に飛び上がって、馬車がいよいよ見えなくなるまで黒い翼をバタバタやっていました。馬車はお日様のように輝きながらどこまでも走り続けました。第五のお話。追いはぎの小娘。 それから、ゲルダの仲間は、暗い森の中を通っていきました。ところが、馬車の光は、松明のようにチラチラしていました。それが、追いはぎどもの目に留まって、我慢がならなくさせました。いやあ、金だぞ、金だぞと、追いはぎたちは叫んで、一度に飛び出してきました。馬を押さえて、 御社別当からお先払いまで殺して、ゲルダを馬車から引きずり下ろしました。こりゃそう太って可愛らしい娘だわい。きっと年中くるみの実ばかり食べていたのだろう。と、追いはぎババが言いました。女のくせに、長い、怖い髭を生やして、眉毛が目の上まで垂れ下がったばあさんでした。何しろそっくり、 油の乗った小羊というところだが、さあ食べたらどんな味がするかな。そう言ってばあさんはピカピカするナイフを持ち出しました。切れそうに光って気味の悪いと言ったらありません。あ <laughs> その途端ばあさんは声を上げました。その女の背中にぶら下がっていた小娘が何しろ乱暴なだだっこで、 面白がって、いきなり母親の耳を噛んだのです。このま何をすると、母親は叫びました。おかげで、ゲルダを殺す、鼻先を折られました。あの子はあたいと一緒に遊ぶのだよ。と、追いはぎの小娘は言いました。あの子は真っ笛や、きれいな着物を与えにくれて、晩には一緒に寝るのだよ。 こう言ってその女の子はもう一度母親の耳をしたたかに噛みました。それでばあさんは飛び上がってぐるぐる回りしました。おいはぎどもはみんな笑って、見ろばばあがガキと一緒に踊っているからよと言いました。馬車の中へ入ってみようやとおいはぎの小娘は言いました。この娘はわんぱくに育って、 おまけにゴージョっパりでしたから何でもしたいと思うことをしなければ気が済みませんでした。それでゲルダと二人馬車に乗り込んで切り株や石の出ている上を通って林の奥へ深く入っていきました。追いはぎの小娘はちょうどゲルダぐらいの大きさでしたがずっときつそうで片付きががっしりしていました。どす黒い肌をして その目は真っ黒で、なんだか悲しそうに見えました。女の子は、ゲルダの腰の周りに手をかけて、あたい、お前と喧嘩しないうちは、あんな奴らにお前を殺させやしないことよ。お前は、どこかの王女じゃなくて、と言いました。いいえ、私は王女ではありません。と、ゲルダは答えて、 今までにあった出来事や自分がどんなに好きなカイちゃんのことを思っているかということなぞを話しました。追いはぎの娘はしげしげとゲルダを見て軽くうなずきながら、あたいはお前と喧嘩したってあの奴らにお前を殺させやしないよ。そんなくらいならあたい自分でお前を殺してしまうわ。と言いました。 それから娘はゲルダの目を拭いてやり、両手を美しいマっ符につけてみましたが、それは大変ふっくりして柔らかでした。さあ、馬車は止まりました。そこは追いはぎのこもるお城の広庭でした。その山菜は上から下までひびだらけでした。そのずれた割れ目から大ガラス、 小ガラスが飛び回っていました。大きなブルドッグが相いて構わず、人間でも食ってしまいそうな様子で高く飛び上がりました。でも、決して吠えませんでした。吠えることは止められてあったからです。大きなすすけた広間には煙がうもうしていて、焚き火が赤々と石畳の床上で燃えていました。 煙は天井の下に立ち迷って、どこからともなく出て行きました。大きなお鍋にはスープが煮えたって、大うさぎ小うさぎが炙り串に刺して焼がれていました。お前は今夜はあたいやあたいの小さな動物と一緒に寝るのよ。と、おいはぎの小娘が言いました。二人は食べ物と飲み物をもらうと、 藁や敷物が敷いてある部屋の隅の方へ行きました。その上には百羽よりももっとたくさんの鳩が眠ったように削りや止まり木に止まっていましたが、二人の女の子が来た時にはちょっとこちらを向きました。みんな、この鳩、あたいのものなのよ。と、追いはぎの小娘は言って、手早く手近にいた一羽を捕まえて、 足をゆすぶったので、鳩は羽をバタバタやりました。接吻しておやりよ。と言って、追いはぎの小娘はそれをゲルダの顔に投げつけました。あそこに泊まっているのが森の暴れ者さ。と、その娘は壁に開けた穴に打ち込まれた止まり木を指さしながらまた話し続けました。あれは庭とも、 森の暴れ者さ。しっかり閉じ込めておかないとすぐ逃げていってしまうの。ここにいるのが昔からお友達のベイよ。こう言って女の子はピカピカ磨いた銅の首輪をはめたまま繋がれている一匹のトナカイを角を持って引き出しました。これもしっかり繋いでおかないと逃げていってしまうの。だから値はね、 毎晩よく切れるナイフで首のところをくすぐってやるんだよ。するとそれはびっくりするったらあれしない。そう言いながら女の子は壁の割れ目のところから長いナイフを取り出してそれをトナカイの首に当ててそろそろ撫でました。かわいそうにその獣は足をどんどんやって苦しがりました。娘は面白そうに笑って それなりゲルダを連れて寝床に行きました。あなたは寝ている間ナイフを離さないのとゲルダは気味悪そうにそれを見ました。わたいしょっちゅうナイフを持っているよ。と追いはぎの小娘は答えました。何が始まるかわからないからね。それよかもう一度書いちゃんってこの話をしてくれない それから、どうしてこの広い世界にあてもなく出てきたのか、その訳を話してくれないかそこでゲルダは初はめからそれを繰り返しました。森の鳩が頭の上のかごの中でクークー言っていました。他の鳩は眠っていました。追いはぎの小娘は片手をゲルダの首にかけて、片手には ナイフを持ったまま、大いびきをかいて寝てしまいました。けれども、ゲルダは目をつぶることもできませんでした。ゲルダは一体、自分は生かしておかれるのか、殺されるのか、まるでわかりませんでした。焚き火のぐるりを囲んで、おいはぎたちはお酒を飲んだり、歌を歌ったりしていました。その中で、 おばあさんがとんぼを切りました。小さな女の子にとっては、そのありさまを見るだけで怖いことでした。その時、森の鳩がこう言いました。くう、くう、私たち、かいちゃんを見ましたよ。一羽の白い面りがかいちゃんのそりを運んでいました。かいちゃんは雪の女王のそりに乗って、 私たちが巣に寝ていると森のすぐ上を通っていったのですよ。雪の女王は私たち小鳩と冷たい息を吹きかけて殺してしまいました。助かったのは私たち2羽だけ。くう、くう。な、何をそこで言ってるのと、ゲルダがつい大きな声をしました。 その雪の女王様はどこへ行ったのでしょうね。その先のこと何か知っていて。教えてよ。多分、ラップランドの方へ行ったのでしょうよ。そこには年中氷や雪がありますからね。まあ、繋がれているトナカイに聞いてごらんなさい。ラップランドとは、ヨーロッパ州の極北。 スカンジナビア半島の北東部、四十万平方キロ一帯の寒い土地、遊牧民のラップ人が住む。するとトナカイが引き取って、そこには年中氷や雪があって、それは素晴らしい見事なものですよ、と言いました。そこでは大きなキラキラ光る谷間を、 自由に走り回ることができますし、雪の女王はそこに夏のテントを持っています。でも女王の立派な本城はもっと北極の方のスペッツベルゲンという島の上にあるのです。スペッツベルゲンとは、ノルウェーのはるか北、北極海に近い小島群。 ああ、カイちゃんは、好きなカイちゃんは。と、ゲルダはため息をつきました。静かにしなよ。しないとナイフを体に突き刺すよ。と、追いはぎの小娘が言いました。朝になって、ゲルダは森の鳩が話したことを、すっかり追いはぎの小娘に話しました。すると娘は、そう真面目になって、 うなずきながら、まあいいや、どっちにしても同じことだ。と言いました。そして、お前、ラップランドってどこにあるのか知っているのかいと、娘はトナカイに尋ねました。私ほどそれをよく知っているものがございましょうか。と、目を輝かしながらトナカイが答えました。 私はそこで生まれて育ったのです。私はそこで雪の野原を走り回っていました。ご覧みんな出かけて行ってしまうだろうおっかさんだけがうちにいる。おっかさんはずっとうちに残っているのよ。でもお昼近くなると大きな瓶からお酒を飲んで少しの間昼寝するから、その時、 お前にいいことしてあげようよ。と、おいはぎの小娘は、ゲルダに言いました。それから女の子は、パンと、寝床からね起きて、おっかさんの首の周りにかじりついて、おっかさんのひげを引っ張りながら、こう言いました。かわいいめやぎさん、おはようございます。すると、おっかさんは、 女の子の鼻が赤くなったり紫色になったりするまで指で弾きました。でもこれは可愛くてたまらない心からすることでした。おっかさんが瓶のお酒を飲んで寝てしまった時、追いはぎの小娘はトナカイのところへ行ってこう言いました。私はもっと何べんも何べんもナイフでお前をくすぐってやりたいのだよ。 だって、随分おかしいんだもの。でももういいさ。あたい、お前がラップランドへ行けるように、綱をほどいて逃がしてやろう。けれどお前はせっせと走って、この子を、この子のお友達のいる、雪の女王の御殿へ連れて行かなければいけないよ。お前、この子があたいに話していたこと、聞いていたろ とても大きな声で話したし、お前も耳を澄まして聞いていたのだから。トナカイは喜んで高く跳ね上がりました。その背中に追いはぎの小娘はゲルダを乗せてやりました。そして用心深くゲルダをしっかり祝いつけて、その上蔵の代わりに小さな布団まで敷いてやりました。まあ、どうでもいいや。 と、小娘は言いました。そら、お前の毛皮の長靴だよ。だんだん寒くなるからね。マッ符は綺麗だから、もらっておくわ。けれど、お前に寒い思いは、させないわ。ほら、おっかさんの大きな、丸手袋がある。お前なら、肘のところまでちょうど届くだろ。 まあ、これをはめると、お前の手が、まるであたいの嫌なおっかさんの手のようだよ。と、娘は言いました。ゲルダはもう嬉しくて、涙がこぼれました。泣くなんて嫌なことだね。と、追いはぎの小娘は言いました。本当は嬉しいはずじゃないの。さあ、ここに二つ、パンの塊とハムがあるわ。これだけあれば。 ひもじい思いはしないだろう。これらの品々は、トナカイの背中の後ろに祝いつけられました。追いはぎの娘は、戸を開けて、大きな犬を騙して中に入れておいて、それからよく切れるナイフで綱を切ると、トナカイに向かって言いました。さあ走って、その代わり、その子によく気をつけてやってよ。その時ゲルダは、 大きな丸手袋をはめた両手を追いはぎの小娘の方に差し伸ばして、さようなら、と言いました。途端に、トナカイは駆け出しました。木の根、岩角を飛び越え、大きな森を突き抜けて、沼地や草原も構わず、一生懸命、まっしぐらに走っていきました。狼が吠え、渡りガラスが声を立てました。 空で何か音がしました。それはまるで花火が上がったように。あれが私の懐かしいオーロラです。とトナカイが言いました。ご覧なさい。なんてよく輝いているでしょう。それからトナカイは昼も夜も前よりももっと早く走っていきました。 パンの塊もなくなりました。ハムも食べ尽くしました。トナカイとゲルダとはラップランドに着きました。第六のお話。ラップランドの女とフィンランドの女。小さな粗末な小屋の前でトナカイは泊まりました。その小屋は大層みすぼらしくて、 屋根は地面とすれすれのところまでも覆いかぶさっていました。そして、戸口が体操を低くついているものですから、うちの人が出たり入ったりするときには腹ばいになって、そこをくぐらなければなりませんでした。その家には、たった一人年取ったラップランドの女がいて、ゲイユランプのそばでお魚を焼いていました。 トナカイはそのおばあさんにゲルダのことをすっかり話して聞かせました。でもその前に自分のことをまず話しました。トナカイは自分の話の方がゲルダの話より大切だと思ったからでした。ゲルダは寒さにひどくやられていて口を聞くことができませんでした。 やれやれ、それはかわいそうに。と、ラップランドの女は言いました。お前たちはまだまだ、ずいぶん遠く走っていかなければならないよ。100マイル以上も、北の、縁の奥深くに入らなければならないのだよ。雪の女王はそこにいて、毎晩、青い光を出す花火を燃やしているのさ。私は髪を持っていないから、 日だらの上に手紙を書いてあげよう。これをフィンランドの女のところへ持っておいで。その女の方が私よりも詳しく何でも教えてくれるだろうからね。フィンマルケンとはノルウェーの北端、最低地方。さて、ゲルダの体も温まり。 食べ物や飲み物で元気をつけてもらったとき、ラップランドの女は日だらに、二子と三子と文句を書きつけて、それを大切に持っていくように、と言って出しました。ゲルダはまたトナカイに祝い付けられて出かけました。シュ,シュッ、ュッ。空の上でまた言いました。一晩中。 この上もなく美しい青色をしたオーロラが燃えていました。さて、こうしてトナカイとゲルダとはフィンマル県に着きました。そしてフィンランドの女の家の煙突をコツコツ叩きました。だってその家には戸口もついていませんでした。家の中は大変暑いのでその女の人は まるで裸同様でした。性の低い、むさ苦しい様子の女でした。女はすぐに、ゲルダの着物や手袋や長靴を脱がせました。そうしなければ、とても暑くて、そこにはいられなかったからです。それから、トナカイの頭の上に、人け氷の塊を乗せてやりました。そして、 木らに書きつけてある文句を三遍も繰り返して読みました。そしてすっかり覚え込んでしまうと、スープをこしらえる大鍋の中へタラを投げ込みました。そのタラは食べることができたからで、この女の人は決してどんなものでも無駄にはしませんでした。さて、トナカイはまず自分のことを話して、 それから、ゲルダのことを話しました。すると、フィンランドの女は、その利口そうな目を、芝叩いただけで何も言いませんでした。あなたは大層、賢くていらっしゃいますね。と、トナカイは言いました。私はあなたが一本のより糸で、世界中の風をつなぐことがおできになると聞いております。 もしも船乗りがその一番初めの結び目をほどくなら都合のいい追い風が吹きます。二番目の結び目だったら強い風が吹きます。三番目と四番目をほどくなら森ごと吹き倒すほどの嵐が吹きすさみます。どうかこの娘さんに十二人力がついて 守備よく雪の女王に勝てますよう飲み物を一つ作ってやっていただけませんか十二人力かい。さぞ役に立つだろうよ。とフィンランドの女は繰り返して言いました。それから女の人は棚のところへ行って大きな毛皮の巻いたものを持ってきて広げました。それには 不思議な文字が書いてありましたが、フィンランドの女は額から汗が垂れるまでそれを読み返しました。でもトナカイは可愛いゲルダのためにまた一生懸命その女の人に頼みました。ゲルダも目に涙をいっぱいためて拝むようにフィンランドの女を見上げました。女はまた目をしばたたき始めました。 そしてトナカイを隅の方へ連れて行って、その頭に新しい氷を乗せてやりながら、こうつぶやきました。カイって子は本当に雪の女王のお城にいるのだよ。そしてそこにあるものは何でも気に入ってしまって、世界にこんないいところはないと思っているんだよ。けれどそれというのも、あれの目の中には、 鏡のかけらが入っているし、心臓の中にだって小さなかけらが入っているからなのだよ。だからそんなものを貝から取り出してしまわないうちは、あれは決して真人間になることはできないし、いつまでも雪の女王の言うなりになっていることだろうよ。では、どんなものにも、 打ち勝つことのできる力になるようなものを、ゲルダちゃんにくださるわけにはいかないでしょうか。この娘に、生まれついて持っている力よりも、大きな力を授けることは、私にはできないことなのだよ。まあ、それはお前さんにも、あの娘が今持っている力が、どんなに大きな力だか、わかるだろうご覧 どんなにしていろいろと人間や動物があの娘一人のためにしてやっているか。どんなにして裸足のくせにあの娘がよくもこんな遠くまでやって来られたか。それだものあの娘は私たちから力を得ようとしてもダメなのだよ。それはあの娘の心の中にあるのだよ。それが可愛い無邪気な子供だ。 というところにあるのだよ。もしあの娘が自分で雪の女王のところへ出かけて行って、海からガラスのかけらを取り出すことができないようなら、まして私たちの力に及ばないことさ。もうここから2マイルばかりで雪の女王のお庭の入り口になるから、お前はそこまであの女の子を運んで行って、雪の中で 赤い実をつけて茂っている大きな木やぶのところにおろしてくるがいい。それでもう余計な口を聞かないでさっさと帰っておいで。こう言ってフィンランドの女はゲルダをトナカイの背中に乗せました。そこでトナカイは全速力で走り出しました。あ、私は長靴を置いてきたわ。 手袋も置いてきてしまったと、ゲルダは叫びました。途端に、ゲルダは身を切るような寒さを感じました。でも、トナカイは決して止まろうとはしませんでした。それは赤い実のなった木やブのところへ来るまで、一山走りに走り続けました。そしてそこでゲルダを下ろして、口のところに接吻しました。 大粒の涙がトナカイの方を流れました。それからトナカイはまた一山走りに走って行ってしまいました。かわいそうにゲルダは靴も履かず手袋もはめずに氷に閉じ込められた寂しいフィルマン県の真っただ中に一人取り残されて立っていました。ゲルダは一生懸命駆け出しました。 すると雪の大群が向こうから押し寄せてきました。けれどその雪は空から降ってくるのではありません。空はオーロラに照らされてキラキラ輝いていました。雪は地面の上をまっすぐに走ってきて近くに来れば来るほど形が大きくなりました。ゲルダはいつか虫眼鏡で覗いたとき、 雪のひとひらがどんなにか大きく見えたことをまだ覚えていました。けれども、ここの雪は本当にずっと大きく、ずっと恐ろしく見えました。この雪は生きていました。それは雪の女王の前哨でした。そして随分んへんてこな形をしていました。大きくて醜い。 山嵐のようなものもいれば、鎌首をもたげて、とぐろを巻いている蛇のような格好のもあり、毛の逆さに生えた太った子熊に似たものもありました。それはみんな眩しいようにギラギラ白く光りました。これこそ生きた雪の大群でした。そこでゲルダはいつもの主の祈りの 我らの父を唱えました。寒さはとてもひどくて、ゲルダは自分のつく息を見ることができました。それは口から煙のように立ち上りました。その息はだんだん濃くなって、やがて小さい、華奢な天使になりました。それが地べたにつくと一緒に、どんどん大きくなりました。天使たちは皆、 頭には兜をいただき、手には盾と槍を持っていました。天使の数はだんだん増えるばかりでした。そしてゲルダが主のお祈りを終わった時には、立派な天使軍の一隊がゲルダのぐるりを取り巻いていました。天使たちは槍を振るって、恐ろしい雪の兵隊を打ち倒すと、みんなちりじりになってしまいました。 そこでゲルダは勇気を出して元気よく進んでいくことができました。天使たちはゲルダの手と足とをさすりました。するとゲルダは前ほど寒さを感じなくなって雪の女王のお城をめがけて急ぎました。ところでカイはあの後どうしていたでしょう。それからまずお話を進めましょう。 会はまるでゲルダのことなど思ってはいませんでした。だから、ゲルダが雪の女王の御殿まで来ているなんて、どうして夢にも思わないことでした。第七のお話。雪の女王のお城での出来事と、その後のお話。雪の女王のお城は、 激しく吹き溜まる雪がそのまま壁になり、窓や戸口は身を切るような風でできていました。そこには100以上の広間が順に並んでいました。それはみんな雪の吹き溜まったものでした。一番大きな広間は何マイルにも渡っていました。強いオーロラがこの広間をも照らしていて、 それはただもう馬鹿大きくガランとしていて、いかにも氷のように冷たくギラギラして見えました。楽しみというもののまるでないところでした。嵐が音楽を奏でて、北極熊が後足で立ち上がって、気取って踊るダンスの回も見られません。 若い白狐の貴婦人の間に、ささやかなお茶の会が開かれることもありません。雪の女王の広間は、ただもうガランとして、だだっぴろく、そして寒いばかりでした。オーロラの燃えるのは、まことに規則正しいので、いつが一番高いか、いつが一番低いか、はっきり見ることができました。 この果てしなく大きなガランとした雪の広間の真ん中に何千万という数のかけらに割れて凍った湖がありました。割れたかけらは一つ一つ同じ形をして、これが集まって立派な美術品になっていました。この湖の真ん中にお城にいるとき雪の女王は座っていました。 そして自分は理性の鏡の中に座っているのだ。この鏡ほどのものは世界中探してもない、と言っていました。貝はここにいて、寒さのため真っ青に、というよりは薄黒くなっていました。それでいて貝は寒さを感じませんでした。というよりは、 雪の女王が接吻して、貝の体から寒さを吸い取ってしまったからです。そして貝の心臓は氷のようになっていました。貝は平らないくまいかの薄い氷の板をあちこちから運んできて、いろいろにそれを組み合わせて何か作ろうとしていました。まるで私たちが難しい漢字を組み合わせるようでした。 海もこの上なく手の込んだ見事な形を作り上げました。それは氷の知恵遊びでした。貝の目にはこれらのものの形はこの上なく立派なこの世の中で一番大切なもののように見えました。それは貝の目に刺さった鏡のかけらのせいでした。貝は 形で一つの言葉を書き表そうと思って、残らずの氷の板を並べてみましたが、自分が表したいと思う言葉、すなわち永遠という言葉をどうしても作り出すことはできませんでした。でも女王は言っていました。もしお前にその形を作ることがわかれば、体も自由になるよ。 そうしたら、私は世界全体と新しい反り靴を一足あげよう。けれども、会にはそれができませんでした。これから私は暖かい国をざっと一回りしてこよう。と、雪の女王は言いました。ついでにそこの黒鍋を覗いてくる。 黒鍋というのは、エトナとかベスビオとかいろんな名の火の吐く山のことでした。私は少しばかりそれを白くしてやろう。ブドウやレモンを美味しくするためにいいそうだから。エトナはイタリア半島の南シシリー島の火山。ベスビオは同じくナポリ市の東方にある火山。 こう言って雪の女王は飛んで行ってしまいました。そして貝はたった一人ぼっちで何マイルという広さのある氷の大広間の中で氷の板を見つめてじっと考え込んでいました。もうこちこちになってお腹の中の氷がみしりみしり言うかと思うほどじっと動かずにいました。それを見たら 誰も貝は凍りついたなり死んでしまったのだと思ったかもしれません。ちょうどその時、ゲルダは大きな門を通ってその大広間に入ってきました。そこには身を切るような風が吹きすさんでいましたが、ゲルダが夕べのお祈りをあげると眠ったように静かになってしまいました。そしてゲルダは いくつもいくつも寒いガランとした広間を抜けて、とうとう貝を見つけました。ゲルダは貝を覚えていました。で、いきなり貝の首筋に飛びついて、しっかり抱きしめながら、貝、好きな貝、ああ、私とうとう見つけたわ、と叫びました。けれども貝は、 ビュールギも沈み、じっとシャチホコばっタなり、冷たくなっていました。そこでゲルダは熱い涙を流して泣きました。それは貝の胸の上に落ちて、心臓の中にまで染み込んでいきました。そこに溜まった氷を溶かして、心臓の中の鏡のかけらをなくなしてしまいました。 カイはゲルダを見ました。ゲルダは歌いました。バラの花、咲きては散りぬ。幼子エス、やがて青がん。するとカイはわっと泣き出しました。カイがあまりひどく泣いたものですから、ガラスのげが目からぽろりと抜けて出てしまいました。 すぐとカイはゲルダがわかりました。そして大喜びで声をあげました。やあ、ゲルダちゃん。好きなゲルダちゃん。今までどこへ行ってたのそしてまた、僕はどこにいたんだろう。こう言ってカイはそこらを見回しました。ここはずいぶん寒いんだな。 なんて大きくてガランとしているんだろうな。こう言ってカイはゲルダに必死と取り付きました。ゲルダは嬉し紛れに泣いたり笑ったりしました。それがあまり楽しそうなので氷の板切れまでがはしゃいで踊り出しました。そして踊り疲れて倒れてしまいました。その倒れた形が一人でに 言葉を綴っていました。それはもしカイにその言葉が綴れたらカイは自由になれるし、そして新しい反り靴と残らずの世界をやろうと雪の女王が言ったその言葉でした。ゲルダはカイの方に接吻しました。みるみるそれはポーっと赤くなりました。 それからカイの目にも接吻しました。するとそれはゲルダの目のように輝き出しました。カイの手だの足だのにも接吻しました。これでしっかりして元気になりました。もうこうなれば雪の女王が帰ってきても構いません。だって女王がそれができれば許してやるといった言葉が ピカピカ光る氷の文字ではっきりとそこに書かれていたからです。さて、そこで二人は手を取り合ってその大きなお城から外へ出ました。そしてうちのおばあさんの話だの屋根の上のバラのことなどを語り合いました。二人が行く先々には風も吹かず、お日様の光が輝き出しました。 そして赤い実のなったあの木やぶのあるところに来たとき、そこにもうトナカイがいて二人を待っていました。そのトナカイはもう一匹の若いトナカイを連れていました。そしてその若い方は、膨れたちぶさから二人の子供たちに温かいお乳を出して飲ませてくれて、その口の上に接吻しました。 それから2匹のトナカイはカイとゲルダを乗せて、まずフィンランドの女のところへ行きました。そこで2人はあの暑い部屋で十分体を温めて家へ帰る道を教えてもらいました。それから今度はラップランドの女のところへ行きました。その女は2人に新しい着物を作ってくれたり、ソリを揃えてくれたりしました。 トナカイともう一匹のトナカイとはそれなり、二人のソリについて走って国境まで送ってきてくれました。そこでは初めて草の緑が燃え出していました。カイとゲルダとはここで二匹のトナカイとラップランドの女とに別れました。さようなら。とみんなは言いました。 そして初めて小鳥がさえずり出しました。森には緑の草の芽がいっぱいに吹いていました。その森の中から美しい馬に乗った若い娘が赤いピカピカする帽子をかぶり、蔵にピストルを2丁刺してこちらにやってきました。ゲルダはその馬を知っていました。それは ゲルダの金の馬車を引っ張った馬であったからです。そしてこの娘は、例の追いはぎの小娘でした。この女の子は、もううちにいるのが嫌になって、北の国の方へ行ってみたいと思っていました。そしてもし、北の国が気に入らなかったら、どこか他の国へ行ってみたいと思っていました。この娘は、 すぐにゲルダに気がつきました。ゲルダもまた、この娘を見つけました。そしてもう一度会えたことを心から喜びました。お前さん、ブラツキ屋の方では大した親分さんだよ。と、その娘は会に言いました。お前さんのために世界の果てまでも探しに行ってやるだけの値打ちが、一体あったのかしら けれども、ゲルダは、その娘の方を軽くさすりながら、王子と王女とは、あの後どうなったかと聞きました。あの人たちは、外国へ行ってしまったのさ。と、追いはぎの小娘が答えました。それで、カラスはどうしてと、ゲルダは尋ねました。ああ、カラスは、死んでしまったよ。と、 娘が言いました。それでさ、おかみさんガラスもやもめんになって、黒い毛糸の模章を足につけてね、泣いてばかりいるって言うけれど、噂だけだろう。さあ、今度は、あれからどんな旅をしたか、どうしてカイちゃんを捕まえたか、話しておくれ。そこで、カイとゲルダとは変わりあって、残らずの話をしました。 そこでよろしく。ちんがらもんがらか。でも、まあ、うまくいってよかったわ。と、娘は言いました。そして二人の手を取って、もし二人の住んでいる町を通ることがあったら、きっと尋ねようと約束しました。それから娘は馬を飛ばして、広い世界へ出て行きました。 でも、カイとゲルダとは手を取り合って歩いて行きました。行くほどそこらが春めいてきて、花が咲いて青葉が茂りました。お寺の鐘が聞こえて、おなじみの高い塔と大きな町が見えてきました。それこそ二人が住んでいた町でした。 そこで二人はおばあさまの家の戸口へ行って、階段を上がって部屋へ入りました。そこでは何もかも千と変わっていませんでした。柱時計がカッチンカッチン行って、針が回っていました。けれど、その戸口を入るとき、自分たちがいつかもう大人になっていることに気がつきました。 表の屋根の問いの上ではバラの花が咲いて開いた窓から家の中を覗き込んでいました。そしてそこには子供の椅子が置いてありました。カイとゲルダとは命名の椅子に腰をかけて手を握り合いました。二人はもうあの雪の女王のお城の寒いガランとした荘厳な景色を ただぼんやりと、重苦しい夢のように思っていました。おばあさまは、神様のうららかなお日様の光を浴びながら、なんじら、もし、幼子のごとくならずば、天国にいることをえじ、と、高らかに聖書の一節を読んでいました。カイとゲルダとは、お互いに目と目を見合わせました。 そして、バラの花、咲き手は散りぬ、幼子 S、やがて青がん、という賛美化の意味が、にわかにはっきりとわかってきました。こうして二人は、体こそ大きくなっても、やはり子供で、心だけは子供のままで、そこに腰をかけていました。ちょうど夏でした。 暖かい、めぐみあふれる夏でした。 ご視聴ありがとうございました。朗読はリズのリエでした。チャンネル登録よろしくお願いします。